ええと、ま、世の中、その、ま、働いて稼げるからそっちの方がいいよねっていう人は、ま、当然いっぱいいると思うんですけど、でも、あの、働く人が増えれば増えるほど、働いてる人の給料って下がるんですよ。例えばじゃあ、その、時給1000円で、あの、募集してるお店があったとして、で、あの、ま、時給1000円で応募する人がいると、そこで時給1000円になるんですよ。 でも、時給千円で応募する人が誰一人いなくなると、今度は時給1050円で募集をし始めるんですよ。なので、その生活保護を取ったりして、働かない人っていうのが増えた方が、実は労働者の給料って上がるんですよ。 なので、その、働かないっていうのが社会にとって良くないっていう考えもあるんですけど、ただ、働く人が減るっていうのは、実はその、仕事を探している人にとってはメリットだったりするんですよね。要は、誰かの働く枠が一個空くので。